中山競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました。インキークイーン、好スタート。シルビアマッチ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してシルビアマッチ、花に立ちます。その後ろからはインキークイーン、この馬も上がっていく構えです。それでは先頭から大鳥トーン、先手を取りました。これに続いてインキークイーン、並んで3番シルビアマッチ、ブリージーフレーム、後位の一角。その後ろからはウエスタンダンス、これに続くのがアドマイアシーン、その外からゴーサババ、内からは当選セイザ、その外にナポリアンナ、その隣にポアロケット。ここまでほぼ平均ペースです。さあ先頭はまだ1番大鳥トーン、大鳥トーン、後続を引き離していく。2番手はシルビアマッチ、3番手にブリージーフレーム、絶好の手応え。ブリージーフレーム、これはいい位置につけています。後続も追い上げていきます。4コーナーカーブから直線コースに向きました。大鳥トーン先頭、ブリージーフレーム伸びてきた。さあ先頭に立ったのはフォアロケット、残り 200m、 フォアロケット、このまま振り切れるか。フォアロケット先頭、フォアロケット先頭、フォアロケット、2着はプリシャンドラマ、3着にブリージーフレーム、見事に勝ちました。フォアロケット、先週の牝馬の G1 に続き、今週は朝日杯フューチュリティステークスです。スピード、素質、そして完成度が問われるこのレース、ここを制して来年の春の主役に名乗りを上げるのはどの馬か。さあ最後は大外枠のメジロアリボ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。好スタートを決めたのはメジロアリボ、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくメジロアリボ行きました。続いて前へ行くのはセシルケープ、さらにはインターバーボ、12番サムバリゴールド、その後ろセシルケープ、先手を取りました。これに続くのがオーセンレンジ、アドマイアリドン、それに続きます。その隣にウィンドシャトー、ウエストファリア、そのうちに続いています。並んで5番ショートスケール、その外に西のシーフ、その後ろからはアグネスウエスト、内からはセシルバーグ、その外から三強シャレー、オレンジの帽子オーセンランド、その後ろ、これはややスローペース、後ろの馬には厳しい展開です。前はセシルケイ、2番手はオーセンレンジ、メジロアリボ、3番手4番ベルズキャッチミー、まだ後ろ、安城のゴーサインはまだでしょうか。セシルケイ先頭、しかし後続はすぐ後ろ、しのぎ切れるか。オーセンレンジ先頭を捉えるか、残り 200m、 さあ先頭は今度はセシルバーズ、ベルズキャッチミー必死に追います。エイジーポート迫る、2頭の首の上げ下げだ。セシルバーズ、エイジーポート大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。これは際どい勝負、ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。Thank you.